FX 性格、スノーキーのブログの管理人のスノーキーこと、小手川幸也です。この動画では、インバース証券さんのトライオート FX の仕掛け AP 注文についてお話していきたいと思います。はい。まあ、この少し前に、ユーロドルのロングも動画上げたんですけども、米ドル円の方もロングの、仕掛け AP 注文を作成しました。はい。冷やしチャートなんですけどね。まあ、ここをちょっとそんな明確に割るような、材料が出てくると別なんですけども、ことはちょっとどうなのかなといったところで、はい。まあ、しばらくこの1円ぐらいの間でね、動くのではないかと。まあでももう一個動かしてる方は 120.400 円までなんですけど、このレンジっていうのを1本走らしてるんですけども、今回ロングですね。まあ、こっから、120円まで行くとストップしますよという、仕掛けを作りました。それがこの画面なんですけども、ちょっと、週末なので、成り行き注文が出せないので、価格指定は118.877 にしてます。そして下に100ピップス行くと、最大連敗数を1にしているので、まあ、1回ね、行っちゃうと止まってしまいます。そして20ピップスで利益確定、そこから10下がるとまた買いという、まあ、そういった AP 注文です。まあ、うまくね、こんな感じで上がっていくと、まあ、ベストな展開なんですけども、どうなるでしょうか。まあ、それほどね、多分長期動くような仕掛けではないと思います。まあ、1週間とかで、止まってしまうようなものかなとは思っております。はい。まあ、ユーロドルとともにね、利益の方を出してくれると嬉しいんですけども、どうなるでしょうか。また結果についてはブログなどで公開していきたいと思います。はい。そのインバース証券さんのトライオート FX と、私のスノーキーのブログのタイアップキャンペーンというのを開催しております。通常のキャンペーンに3000円が上乗せされるというお得なものなので、興味のある方、まだ口座をお持ちでない方は、ぜひぜひそちらもご覧ください。この動画の解説欄にブログ記事の URL を貼っておきます。はい。ということでね、今回は、インバース証券さんのトライオート FX の仕掛けについてお話しましたけども、これ以外にも、いろいろな情報を配信していきますので、チャンネル登録の方をお願いいたします。そして、LINE スタンプ関西弁の小手川兄さん、おかげさまで売れております。よければ40個100円ですので、こちらもお願いいたします。そして私のブログはこちらの2つの検索キーワード、もしくは、動画説明欄に貼っております URL よりご覧ください。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。スノーキーこと小手川幸也でした。